にちは、新田です。新田のダンススクールやってまいりました。今回ですね、またちょっとリクエストをいただいている内容でお届けしようかなと思ってまして、実は今回この T シャツにも書いてあるんですけど、TikTok のダンスを教えてくださいっていうリクエストがちょくちょく来てるので、ちょっとそちらの方の解説をしていこうかなというふうに思います。 TikTok のクリエイターズラボっていう銀座のなんかクラブみたいなところでみんながこう集まるっていうのがあって、ね、TikToker でもございます。いろいろやってます実は。はい、っていうので結構その TikTok のダンスを踊る機会が多いので、まあそういう意味も含めて今回皆さんに TikTok のこの簡単なダンスっていうのを、ぜひ覚えていただければなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。そんでは早速行ってみましょう。今日はぴょんぴょんダンスですね。よろしくお願いします。レッツゴー。行きます。左肩右肩左肩そしたら、この左手でハートを作ります。ハートは人差し指と親指をくっつけて重ねてあげてハート。そしたらここをキープして、今度は右手で左の肩、右の肩で手を前に出すときにハートを作ります。右足から1、2、3、3回やりましょう。うまくなってきたらこの足、右足、左足、右足というふうに踏めるようにしましょう。でこれ僕のダンスチャンネル見ていただいている方は分かると、後ろにちょっと乗るイメージですね。はい、ただこうやって足踏みするのでもいいんですけど、少し高等レベルとしてはグッグッグッ、この左足を踏みそうになるときに左足が逃げる、で左足で右足を踏みそうになるときに逃げる、逃げるっていう感じです。これやってください、帰ってくださいというか家にいますね。はい、覚えてください。さあ、そしたら3回ジャンプします。ピョンピョンピョン。はい、そしたらここから右足でも左足でも多分反転してる人もいるんでどっちでもいいんですけど、右足でいきましょう。今回は1、2、3、4、5、6、7、8。大事なのはこのアップ、1、2、3、4、5、6、7、8で、この時に1、2、3、4、胸を張るイメージ、1、2、3、4、5、6、7、8、アップですね。上、胸が上に上がります。その時に手を1、2、3、ちょっとこの手が開くイメージ、はい、に合わせて足をやると1、2、3、4、5、6、7、8。結構 TikTok のダンスは自由なので、形さえ覚えていただければ反転してやってもらっても大丈夫です。いきましょう、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。はい、じゃあ実際に音でやってみましょう。というわけで皆さん、ぴょんぴょんダンスいかがでしたでしょうか。結構簡単です。15秒で踊れるっていうのが TikTok の本当にいいところだと思うので、ぜひ TikTok のダンスもたくさん踊ってみてください。結構ね、地味にダンス成長するポイントになると思うので、それじゃあまたお会いいたしましょう。ありがとうございました。せい、チャンネル登録だけでね、よろしくお願いします。またさあ